そんなわけで早速ソロコーナーに参りたいと思いますが、今日は誰から行くんですか？はい、お、スタイリッシュな出方。はい、私です。じゃ あまた後ほど。やめて、何の王なの？やめてって。じゃあ分かんないけど、なんか私とおじさんが二人になると、なんかね、こうね、もうってなる人がいるの。なんでだろうね。どういう人？なんでだろう。どういう人なの？それは。夏川の声を、夏川の恋を応援したいじゃない？いやいや。なんでしょうね、この人ね。本当に。ねえ。なんかその、あのね、私もね、そのいつからこの子がこうなってしまったのかはちょっと定かじゃないんですけど、この半年間で確実に濃くはなってるんですよ。だからもう、このツアーのせいと言っても過言ではないよね。待って、そんなことない。でも私はね、この今回のツアーはね、うん、あの、もちさん、いろんなもちさんが見れてすごい良かったなって思ってるんだ。え？はい、あー、なるほどね。うん、まあそうね。この衣装もすごく似合ってるよ。ありがとう。てか、そうだよ。最後だもん。最後だから。本当に最後だよ。そう。本当に最後。だからね、あの、ちゃんとこう、見納めだからね。焼き付けといて。そう。この衣装すごいね、あの、好評っちゃ好評ですよね。あの、これかわいいよね。ね。良いです。良いです。今、ふわって回った時の、なんでもない。もう最低。違う。あの、多分なんちゃんが好きで、ほら、こういうとこ、なんかこう、ずっとついてきたりね、あとはこう、なんちゃん、ここ良かったよとか、可愛いねとか言うとね、そのなんかこう、え、嬉しいってもうね、見えない尻尾が見えるんですよ、もう。もう、ブン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 って、ね。もう、褒められて伸びるタイプだから、もうどんどん褒めて。ね、本当に成長したと思うし、なんかね、可愛いし、なんかなんちゃんのね、乗り方とかすごい好きだよ、リズムの。っていうね、こういう素直なところがすごいとってもね、可愛い子なんですよ、この子は。だから気持ち悪いだけじゃないので、初めましての方、全然違うんですよ。そうで。気持ち悪くさせてるのはもちさんだから。ね。もうその顔好き、その顔大好き。うわ、もう。これだから厄介だ、本当に。ね、本当このツアーですっかり私も黄色い厄介になってしまいました。ねえ、ほんと不名誉なことなんだからね。ね、うん、そうなのかな。そうだよ。まあね、そんなこんな、はい、なんかくだらない話。テストのね、はい、準備ができたので、ここはね、バトンを渡したいと思います。はい。はい、じゃあ私たちはまた後でーす、ね。バイバーイ。